今日はですね、このクワガタの掘り出しをしようと思ってます。クワシ変わってるよね、これ。どうも皆様こんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。ありがとうございます。にゃー、今日も今日とて花粉が飛んできてます。私の花粉センサー激しく反応しております。鼻が詰まってですね、オーマイガーって感じなんですけど、ところで先日穴釣りに行ってきました。まあ、結論から言うとボーズでした。やった、ちゃんちゃん。あのですね、やっぱこの時期釣れないですね。穴釣りで坊主って初めてなんですけど、やっぱり、寒いんで、魚の活性化もね、あんまりな感じで、もうほんと当たりすらなかったので、全然もう反応なかったですね。はい。残念でございます。まあ、これはまあ、しょうがないかな。やっぱもうちょっと水温が上がってこないとね、いけないのかなと思いますしね。さて、それでは本題に入っていきましょう。今日はですね、このクワガタの掘り出しをしようと思ってます。いきますよ。クワシ、こちらですね、セルコルニスノコギリクワガタ、なんとマダガスカルのクワガタでございます。最近ヤフオクでちょくちょく見かけるようになったんですけど、まあ、かなり珍しいやつには違いないんです。で、これはですね、オスなんですよ。っていうか、うちにいるセルコルニスね、オスだらけでして、わかりますかね？これ顎が、ここね、光ってるの顎なんですよね。ということで、これオスなんですよ。実は、羽化してる子がね、軒並みオスでして、今日2頭ほど掘るんですけど、まあ、この子はまだね、掘れないですから、掘らないですけど、2頭ほど掘るんですけど、その中にメスがいなかったら、ちょっともうオスだらけという状態になっちゃいます。やばいんですけどね。正直やばいなと思ってます。はい。なんでちょっと今日の掘り出しはね、気持ち的にはかなり重大な掘り出しですね。今日掘り出しするのはこの2頭です。2月末ぐらいと3月10日羽化ですね。ちょっと3月10日の方が早いかなという気がするんですが、一応ちょっとオスメスだけ確認したいので、掘っちゃいたいと思います。いやー、やばいですね。メスせめて1頭欲しいところです。メス担当で出品されてたらいいんですけどね。まあなんか珍しいやつだから、なかなかそれも難しいかなと正直思ってます。はい。ということでね、今日も頑張って掘り出しやっちゃいましょう。ではまず2月末の羽化の子からいきます。メスがいてくれたらいいんですけど、ねえ。いや、マジでやばいですよ。行きましょう。洋室はそこの方ですね。最初のうちは何も起こらないでしょう。上がってきてたりとかしないかな。はい、そろそろ洋室かな。洋室どこだ。ここが洋室なんで、この辺だと思います。あれ、洋室ここだ。硬い、ここだ。洋室硬い。洋室すごい硬いな。この洋室硬いわ。あれ、これだよね。洋室硬い。何これ、これどこいるの、これ。あ、ここにいるわ。ちっちゃ。これは、これメスじゃないの、これ。頼む、出た。あれ、あれ出てない。あ、いるいる、ここ。これメスじゃないの、ちっちゃいもんだって。おメスだ。よかった、やった。おー、まあなんか、メスはすごい、こう、特徴があまりわかんないというか、ね。ノコギリクワガタって言われたら、まあまあそうかな。全然コクワとかその辺のやつと見分けつかない？いや、そんなこともないか。まあでも普通にその辺歩いてても違和感はないですね、これね。そういう感じです。メスちゃんはそんな感じか。はい、こんな子です。あ、まあなんかちっちゃいですね。かわいいな。はい、測っていきたいと思います。セリコルニスってかなり小さいんですよ、実はね。かなり小さい。よし。これは全然痛くないんで、もう、これで、行きましょう。わ、ちっちゃ。かわいいな、これ。はい、この子のサイズなんですけど、
26ですね。27ないぐらいか。ちっちゃいですね。これ、新種ですよね。はい、こちらセリコルニスノコギリクワガタのメスです。そうね、ラグビーボールのような形をやっぱしてますので、ノコギリクワガタかなという感じはまあするでしょう。その辺にね、いてもそんな違和感ないですね、これね、正直。ただ、特徴としてはすごくこう、ツヤツヤなんですよ。あとまあ、ノコギリクワガタのメスってやっぱこうちょっと赤っぽいんで、あ、これはなんかすごい黒いし、ツヤツヤしてるから、うん？ってなるかもしれないですけど、まあそんなにその辺に止まってても違和感ないかなという、そういう感じがする。どうでしょう、これ。ね。はい。まあ、メスはこんな感じです。まあ、メスはね、なかなかこう特徴が出にくいというかね、みんな割と似たような感じなので、問題はオスだと思うんでね、あと残りは全部オスなんで、オスちゃんを掘ってちょっと観察してみましょう。さあ、いよいよオスと対面しよう。どんなやつだろう。ね。まあ写真は見たことあるんでね、大体予想できるんですけど、ちょっと小さめで羽化してるんでね、同じような感じなのかがちょっと気になります。まあ黒い黄金鬼って感じでしたんで、それを想像してみながら見てもらえたらいいかなと思いますね。では行きますよ。やっぱり洋室下の方に作ってて、これは確かひっくり返しておいてたです。うん。どうしてもそこに洋室作るとね、羽化不全の原因になっちゃうんで、ボトルひっくり返しておりました。ここが洋室ですね、ここがね。これまたすごい硬いんだろうな。なんかね、硬いんですよ。洋室の周り。どうしてこんなに、すごい硬いんですよ。もうこの辺から硬いんです。そんなに固めてんのって感じなんですけど。硬った、マジで。こんなに硬いことあるっていうぐらい硬いです。硬い。マジで硬い。よし、いるいる。これもオス確定かな？あ、オスですね、これ。おー、なんか面白いな。これが初見です。マジ面白い。何これ。ほんと黄金鬼みたい。変わってるよね、これ。さあ、出るよ。あー、出る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 。出る出る。出ちゃう出ちゃう。硬い。ほんと硬い。お、結構、まあまあでもなんか立派じゃないメスに比べたらかなり。出たー！これこれ。これですよ、変わってるのは。お！うわ、面白え！面白え、これ。なんじゃこいつ。これは面白い体つきだな。体つきのね、ほんと大物に、ローゼンベルグっぽい？いや、ババっぽい？そんな感じなんですけど、なんか、すごい面白い。この、あごなんだこれ。これ、ノコギリクワガタ。はい、鬼クワガタじゃないかって思っちゃうけど、これですよ。面白いな、これ。すごないこれ。いや、ほんとこんなクワガタいたのっていう。これね、すごい僕好みです。いや、すごいな。結構立派に、で、羽化してるじゃないですか。小さめかと思ったんですけど、かなり立派ですよ、これ。はい、じゃあ大きさまず測りましょうか。すげえ、作り物かっていう感じですけどね。ちょっと新感覚。まだやっぱ世界広いっすよね。これはいいな。これ絶対にブリードしたい。ノコギリなんで一応まあ材入れて、組んでみようと思うんですけど、ね、マットだけではちょっと不安なんでね、材も入れてね、よくわかんないバージョンで、行こうと思います。うわ、面白いこれ。あー！そういう感じなのね。はい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 、来た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 。これなんですけど、あ、ちょっと増えたね。43ミリですね。43ミリ。さあ、じゃあ、観察タイム行きましょうか。はい。
今観察しております。これがセルコルニスノコギリクワガタ。まずこう顎見てほしいんですけど、もうマジで黄金鬼っぽい、いうか体がまず黄金鬼ですもん。体は黄金鬼の体で、で顎も黄金鬼なんですよ。でもノコギリクワガタ、はい、内心面白いですね。先端になんかこうね、ブラシのように、こうギザギザとこう、内歯があるんですけど、根元にも、ポチュンポチュンとこう、ちっちゃい内歯が、尖ってる部分あるんですよ。やった！はい。本当こう、あれです。黄金鬼クワガタに見えます。マジで。これはもうね、黄金鬼って言っても、ちっちゃい黄金に浮かしましたいて、金色だったら、見間違えますね。すげえ。ちょっとローゼに似てるかな？いや、なんか面白いなぁ。これが、セリコルニスですよ。なにこれ。面白すぎるだろ、これ。はい、こんな感じなんですけど、どうでしょう。ちょっと手持ちなんで揺れてますけど、ごめんね。これ、これ、どう？なんか面白くないか。とっても面白いな。ちょっと、この、真上から見たぞみたいなのもちょっと撮りたいな。いや、これはすごい。あ、いける。あ、いける、いける、いける。うわぁ、なにこれ。おもろすぎるだろ。これがセリコルニスです。どうでしょう。見たことないですね。正直、ほんと、こんな見たことないです。いやぁ、面白いなぁ。はい、どうでしょう。なんとかメスもいたんでね、繁殖頑張ってみたいと思いますけど、うん、うまいこと繁殖できるかどうかは不安。だからまあ、もしメス探偵出てたら、落札したいとは思います。いるかな？でも貴重だからな。はい、じゃあこれでお別れしましょうね。またよかったらコメントでね、感想をお願いしたいと思います。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。何これ？何これ？面白すぎるだろ、これ。